いや、警察に捕まりましたか信号を視して、ね、あの私の塾生さんにまさにね、えー、交通関係の、まあ、警察の職員さんいらっしゃってお話くださったんですけども、まあ、交通安全週間なるものが警察で勝手に設定されてその期間に、まあ、いわゆる違反の点数をね稼げっていうふうになってるらしいんですよ。 で通常は世の中にどのぐらいの事故率があって違反率がこのぐらいあるから多分あの監視してればこのぐらいの件数は上がるんだろうなっていうことからあの大体のね設定数値っていうのはあったわけなんですよきちんと世の中をパトロールしているとこのぐらいの割合での違反は見つかるはずだとこの地区での交通量に関してえ車の台数とかなんか計算式があるみたいなんですけどねでもね 今週は何件取れるはずだ、何件取らなければ、あそれをサボってるんだ、見,、えー、見逃してるんだっていうふうに考えられるようになっちゃったんですよね。つまりは、その違反件数のノルマ化なんですよ。で、その時に出てくるのが、この道は、もう普段だったら見逃してるんだけども、今日はこれ全部上げていこうぜ、みたいな考え方なんですよね。これはだから恐ろしいことです。あの場合によっては、 交通違反をした方が事故率が下がるっていうデータもあるぐらいなんですよ。まあそれがだから黄色信号とかでねバシッと慌てて止まって後続車に負担をかけて追突みたいなことがあったりとかね。それから急ブレーキっていうのは多くの方がびっくりして注目するんですよ。それによって注意がそっちに引きつけられて別のところで起こるはずもない事故が起きたみたいなね。こういうのがあるわけなんですよね。まあですんで本来だったら いいいいちいち取り締まらななくくていいものがたくさんんあるわけなんですよそれによって交通がスムーズになっているってところがねでもなぜか交通安全習慣とかその、えー、まあ違反点数をどのぐらい集めてこいとかね国庫納付金をどのぐらいの金額集めてこいみたいなことになった時っていうのはあの本人もえ俺そんなことしたみたいなのまでやるらしいんですよ。まあ、つまりねその一旦停止とかあるじゃないですか。一旦停止止っっててピタッと止まって で、またエンジンかけ始めてみたいな極端なやつが一旦停止らしいんですけどもそれこそねあの減速して徐行人が歩く速度よりも遅いぐらいでゆるゆるっとなってまたスタートする分に関しましては、まあ、そっちの方が交通全体のスムーズさから言うと認められるよねみたいなすごく曖昧なところらしいんですよねでもそれも全部上げていくと「えー、お巡りさん今までこれ言わなかったじゃん」みたいなの「いや今日はだめなんですよ」「本来はこれ全部上げるんですよ」みたいなこと言ったりとかね だから基準が変わるわるけなんですよねでそういった事情もあるんであのその交通安全週間の間にはある一定の人数と点数は国民に負担させるっていうことが、まあ、出発点らしいんですよ。でそれを知った時にね、まあ、私はまだそれを知った後に何か減点切られたことはないんですけども仮に減点切られたことがあったとしてもその時は私は多分ねこういうふうに考えると思うんですよ。あ自分が減点を受けてお金を払ったことによって 他の人何人かは守れたんじゃないかなみたいなね <laughs>。まあそんな偽善者みたいな考えにも至りますよね。だから考えがちょっと変わったってことですかね。うん、これによって、ああ、個人的に損したっていう風な思いから、まあ仕組み的にしょうがないよねって。誰かがスケープートになるんだから、まあ自分がね、罰金払うのは痛いけども、でももしかしたら手取り14万の人よりは痛みは少ないのかなと。手取り14万の人がね、 5000とか1万円罰金だとか言われたり減点だとか言われたら何やってんだこの野郎違うじゃないかとなったりすると思うんですけど私の場合はああもう早く切符切って次のアクションに移りたいからあお金でしょもう1万円ですから払いますよみたいな感じですぐに次の行動に移った方がいいかなみたいに切り替えられるんでまあお疲れ様ですみたいなねともすればそのおまわりさんと雑談する中でいや俺ね即っ食やってるんですよみたいなことはねうーん何ドライバーさん うん、なんかお仕事何されてるんですかって。まあ,あ、即解職です。YouTuber です。って言ってからね、宣伝したろうかなみたいな。そんな思考にも至るかなってところですよね。はい。じゃあどうも、今回もよろしくお願いします。逮捕されないようにしてみましょう。